皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回も前回に引き続き夏美さんをゲストにお迎えして、インドネシアでのお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、夏美さんの第2回目ですね。夏美さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前回、伺ったインドネシアでの話で10年半という年月を、はい、インドネシアで過ごされたということなんですけど、はい、その10年半という年月、どんなことをしていらしたのかなというのをちょっと伺いたいと思うんですが、はい、お願いできますか。はい、最初の2年は、JICA の青年海外協力隊として、観光の専門学校で日本語を教えていました。はい、でその後は、1年半日本の日系企業、民間の日系企業で働いて、はい、仕事のとしては、会社の管理職の人たちに日本語を教えるという仕事と、うん、それがまあ2割ぐらいですかね。で残り8割は、書類の翻訳ですとか、通訳、現場での通訳ですとか、そういった仕事をしていました。はい。で最後の6年半は首都のジャカルタにいたんですけれども、最初の3年は、日系のビジネスコンサルティングの会社で働いてました。うん、で日系企業のインドネシア進出支援とか、インドネシアにある日系企業の労使問題のコンサルティングとかをする会社でした。はい。で最後の3年は、国際交流基金で日本語パートナーズという国際交流事業の調整員という仕事をしていました。はい、ありがとうございます。すごいこうバラエティに飛んでいるというかね。はい、ちょっと少し伺いたいと思うんですけど、その最初に JICA で日本語を教えていらしたの観光学科の学生さん。はい。観光学科というと、どうなんでしょう、私なんか簡単に考えると、単純に考えて例えばガイドさんとか、うん、ホテルで働くとかって、そういうのかなとちょっと思ったんです。それで大丈夫ですか。はい、そうですね。観光ガイドになる人とか、旅行会社で働く人、ホテルのフロントで働く人、それからハウスキーピングする人、あとはレストランで働く、シェフになる人もいれば、サーバーになる人もいるっていう感じですね。はい。そういう人にこう教える日本語っていうのは、はい、こうちょっと多分いわゆるこうなんていうんですかね、あいうえおから教える日本語とはちょっと違うような気がするんですけど、観光学科だったから難しかったとか、観光学科だったからできたこととか、何かそういうのってありますか。そうですね、大学の日本語学科とかとは違って、うん、日本語学習の動機が特にないっていう学生が大多数だったので、なんていうんですか、選択科目、はい、選択必修の外国語の一つっていう位置づけだったので、で、まあそういう位置づけということもあって、授業時間もすごく少なかったんですね。週1回1年間だけとか、多いクラスでも週2回3年間っていう程度だったので、学習内容の定着っていう面では非常に難しかったです。先週勉強したことを翌週には忘れてるっていう感じ。で、なかなかその積み上がっていかないですね。いつまでもこう教科書に書いてあるのを一生懸命読み上げるみたいな。まあ、それ自体はインドネシアの学生たちはとても楽しそうにはするんですけども。はい。何人ぐらいというか、クラス、大きいクラスですか。クラスは30人ぐらいですかね。はい。そうなんですか。はい、それでその次は今度管理職の方。はい。それと管理職の方に教える日本語っていうのはまたちょっと違うかなと思うんですけど、どうですか。そうですね。日本から
出向されている日本人のスタッフの方たちと社員の方たちとその仕事の中でコミュニケーションを取っていく重要なポジションの人たちだったので、まあ、丁寧な言葉遣いであったりとか、まあ、あとは現場でよく使うようなフレーズとかを教えたりとかはしていました。はい、でもそれが、全部ではないんですよね、仕事のうちの。そうですね、それはもう就業時間後に時間を、その管理職の人たちの時間を少しもらってというか設定して教室を開いてやるというような感じで、就業時間の間は何でしょう、社内で使う仕様書とか手順書の翻訳をしたりですとか、現場に入って工場の中現場に入って日本人の方についてその作業の確認の通訳をしたりとか、そういうことをしていました。わかりました、はい、でそこでのお仕事が1年半 で、ね、終わったのには何かこう、はい、理由がありますか？当時リーマンショックの頃で、はいはい、でその事業内容的にちょっとなかなか厳しくなってきたということで、現地採用職員は少し、お金がかかるということで、はい、解雇ということになったですね。はい、それで、でもあれですよね、こう日本に帰ろうと思われなかったんでしょうか？そうですね、日本に帰るという選択肢も一瞬よぎりはしたんですが、実はその解雇通告を受ける10ヶ月ぐらい前に、会社の前で子猫を拾いまして、あら、で猫を飼っていたんですね。はい、なのでその猫を置いて自分だけ日本に帰るっていう選択肢はなくて、でなんとか猫も一緒に いられるにはどうしたらいいかなと考えたり調べたりした結果、とりあえずその住んでいるビンタン島から日本に帰ることはできない。でも、インドネシアの首都のジャカルタへ行けばその連れて帰る手続きをサポートしてくれるペットショップがあるっていうことが分かったので、ジャカルタで仕事を探そうというふうに決めました。ということは、はい、その時に帰国しなかったのはその猫ちゃんのせい、はい、せいです、はい、せいですね、猫のせいです、はい、猫のせいですかね、はい、この猫ちゃんは、はい、今もあれですか、元気に、はい、はい、元気です。だいぶ年を取ってゆったりした感じになってきましたが、元気に暮らしています。すごい、はい、でもじゃあその猫ちゃんは、夏美さんに拾われなかったら日本に来ることもなかったってことですね、逆にね。そうですね、だからその私が拾った当時を知っているインドネシア人の友人たちは本当になんてラッキーな猫なんだといつも言ってました。そうですよね、飛行機に乗ってジャカルタへ行って、ね、日本にまで行ってしまうなんて、すごい国際的な猫にですね。あ、すごいですね。それでそのじゃあジャカルタでの仕事というのはそれは、はい、どうやってこう見つけられたんですか？ジャカルタでの最初の仕事はメダンで協力隊として活動していた時にお世話になった日本人の方に紹介していただきました。でその仕事に出会えるまでもう自分でインターネットで調べたりですとか、ジャカルタにある日本人 の人材派遣会社に登録して、こういくつか紹介とかしていただいたりしたんですけど、うまくというか、タイミング的にその方が紹介してくださったのが良かったかなという感じですかね。そこはあれですか、はい、こうまた日本語を教えるとかっていう仕事ですか？いえ、そこはもう全然ではなくて、はい、それで、次は今度交流基金ですよね。はい、そうです。交流基金に、まあ、関わろうというか、そこ前のところをやめて、はい、交流基金に移ろうと思ったのはまた何か理由があります？はい、今度は猫ちゃんじゃなくてワンちゃんじゃなくて、はい、今度は猫ファーストではなくて自分の気持ちファーストで動いた転職だったんですけども、はい、その協力隊の後日系企業2社で働かせていただいて、いわゆるその会社の利益をこう少しでも多く上げるために働くっていうスタンス
であったんですけども、やっぱりもともと協力隊に参加したいって思うくらいだったので、こう人の役に立したいとか、うん、それを実感できる仕事とか社会貢献度が高い仕事をしたいっていう思いがどうやら根底にずっとあったようで、うん、民間企業で働いているうちに、あれ自分がやりたいことってこういうことだったっけ、会社のその利益のために働くことだったっけっていうポイントでモヤモヤしていた時に、うん、ちょうど国際交流基金が新しい国際交流の事業を始めるっていう話を聞いて、うん、で当時働いていた会社と同じビルの中に基金入ってたんですね。それすごい偶然。で、基金でそういうあの調整員の仕事を募集してる、募集、これから募集するみたいだよっていう話を聞いて、うん、はい、それで、あ、これがやってみたいなと思って応募しました。あ、ということは、その例えば基金に移った後、同じビル前働いてた会社と、はい、基金は同じビルにあった。そうです、そうです。なんかすごいですね。はい、あ、すごい。なんかどうでしょう、まあ、難しいと思うんですけど、海外で仕事をこれからしようかなと思ってる人に、何かこれ一つアドバイスできるとしたら。アドバイスできるとしたら、うん、そうですね。私がその、ビンタン島からジャカルタに、転職をして引っ越すときに、まあ、きっかけをくださったのは、そのメダンでお世話になった日本人の方だったんですけど、何でしょう、海外にいると良くも悪くも日本人コミュニティってすごく意識すると思うんですよね。で、コミュニティが小さいからこそ大変なことももちろんあるので、無理に合わせる必要はないと思うんですけど、その日本語が通じないとか文化習慣が異なる国で暮らすっていうのは、自分で自覚していない部分、もう無意識くらいのレベルでずっとストレスがかかってると思うんですよね。なのでそういういう生活の中でこう支えになるのって、やっぱり周りにいる人というか、なんかこう頼り頼られができる人というかかなという思いがあって、で日本人ってその他人に迷惑をかけてはいけないっていう考え方がこう刷り込まれていると思うんですけど、海外だと日本ではこう経験しないような体調不良に見舞われたりとかもするので、人を頼ったり甘えるっていうことができるようになるといいかなって思います。ああ、ありがとうございました。すごい素晴らしいアドバイスをいただきました。ありがとうございます。まあ、でもあのこう、ね、海外で10年半も仕事してらしたっていうと、なんとのもあのステレオタイプの話なんですけど、すごくたくましい感じを想像皆さんなさるかもしれない。リスナーの皆さん全然違うんですよ。こう本当にこう軽やかに、軽やかにですね、本当に明るく爽やかに答えてくださっていて、この華奢な夏美さんの中に一体どこにそのこのパワーが隠れているのかなと、私はもっともっとこうお話を伺いたくなりました。まあ、あのでもちょっと時間も来ましたので、2回目はここまでとさせていただいて、第3回目はですね、今度インドネシアでの仕事から今につながる話というのをちょっと伺いたいと思います。はい、夏美さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、夏美さん、ありがとうございました。今回はインドネシアでのお仕事についてのお話を伺いましたが、夏美さん本当にいろいろなお仕事をされていたんですね。きっかけは日本語教師だったかもしれませんけど、コンサル会社での企業進出のサポートとか国際交流事業など、本当に日本語教師にはいろいろなキャリアパスがあるんだなと改めて思いました。そんな中で特にそのターニングポイントで現地の方との出会いはもちろん、なんと猫との出会いもあったことには人生のドラマを感じちゃいました。こればっかりは計画できないですし、人生の面白さっていうのはいつも計画外にあるんだなと改めて感じました。皆さんも何かコメントなどありましたらお寄せください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。